抽選開始3分前、マースさんが来ません。どうぞ。ただいま、私たち50分です。30番何かな、これどうですかね。ごめんなさい、お腹痛すぎて朝からちょっとお腹壊しまして、間に合うかなと思ったんですけど途中下車しちゃって一歩間に合わなかったすいません。何番でした？30番。悔しい、6時に起きたのに今日めちゃくちゃ悔しいです。前代未聞のトイレで化粧をするっていう今日やばい、間に合わないと思って、はい、そんな朝でした。おはようございます、お願いします。初の一般入場です。今日はユニコーン巻いてんじゃん。でまた同じ台って言われちゃうかなよっしゃ、今日はバイオハザード RE2 で行こうと思います。あー、これなんか昨日すごい回ってるから出玉的にはあれだけど、きっとなんかだったんだろうね。これ7000回転も回ってる、あ、こっちも7000回転、なんか見たんだろうね。バイオ、まああれだね、1台以外はそこそこ昨日は稼働があったって感じだね。この台がでも昨日は一番出てるんだ。え、どうしよう、めちゃ悩むね。まあでもアームだからな、バイオはフィーリングでいこうこれにする、はいはい、ではでは今日はバイオ RE2 でいきたいと思います。ちなみにこのいただきました RE もね、そうこのちょっとオマージュさせていただいているので、そういえばバイオ触ってないなって思ったのでこの番組で、なのでいただきました RE では打つのは初です、はいよっしゃ頑張っていこう今日も。まあ、朝一武器降格に行ったので、まあ、変更は濃厚だね。この台はバイオ自体すごい打つの久しぶりだな。多分一番最後に打ったのが今年の1月とかかな、なのでめっちゃ久々です。で番組で打ったのも去年年末ぐらいかな。まあいつもねひりついた戦いをこの台では私してるから、今日はちょっと安心した展開になっていただきたい。まあ、バイオの打っていくにあたってのポイントといえば AT ハザードラッシュの初当たりの確率、チャンス目ですね、はい。であとはリプレイ成立時の G バトルの抽選でしょ。であとはまあ当然のごとく AT 直撃、あとはタイラント降格移行率だね。まあ、とりあえず通常時ゾンビをいっぱい倒して神殿図を上まで持ってってで G バトル入れて倒して AT 入れてっていうのがまあオーソドックスだね。いいよ、このミッションはちょっと弱いからあれだけど、あ、でも青で喋ってる、行くのかな。あ、いった、早い早い、61ゲームです。投資が2本、まあ G3 だからちょっとまあリラックスしていこうねそう、あまり期待はせずに。あ、白のまま行ったよ、ワンチャンあるじゃないかこれ。よし、ここでレア役、ジャックシェリー、チャンスアップないかな、ないな、なし、残念ダメでした。復活はないです。あ、サウナさんも G バトルですか。50ゲーム G バトル、早いですね、いけ、お、赤、赤まで行ったら大丈夫でしょう、さすがに大チャンスですよそれ。1個でもチャンスアップ入ればもうほぼほぼ、ここかわした記憶ないんだよな、から、ここです、ここ、
そんなことあります？ほんまですか？マジで。うわー、ひどすぎる。マジか。ちなみにですね、 G3 の対戦時赤まで行くと 73% だそうです。お、 27% 引きましたか、はい、G1 だと 100% ですね、赤まで行けば。カットだな。カットだな。そんなパターンもあるんだ。375ゲーム3回目の G1 黄色で、青文字、青文字ですか。ワンチャンありますよ。1回でも入れば熱い。あ、もうこれはいった、これはいった。私が盛り上がってる。先生です。これはいった、これはいった。カメラこっちに映しちゃおうかな、多分。これはいったよ、これはいったと思うよ。よし、やりましたね。388ゲームいやー、私も早くハザードラッシュに挑戦です。おめでとうございます。いただきサウナー、いただきサウナー、イエーイ。やばい、流れたぞ。これは501ゲーム、まさかとは思うけど、私はこれ天井に連れて行こうとしてる。いやー、マジでオファテンはちょっと勘弁してほしいな。終わりました。409枚。いやー、羨ましい。いやー、投資が11本なんで取り戻せない、はい、なんで、やばい。今4スルーかな。4スルーだね。はい、20本なくなりました。早くも3枚目です。思わなかった。気持ちいい。679ゲーム5回目です。そして今回はショットガンを持っているのでちょっと有利かなっていう。いやー、そろそろやりたいよ。 AT 投資が22本です。もう一声、ベル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 、来た。緑、緑でもダメなんだ。ナイス。はい、 73% です。 G3 なので、いや、緊張する。100% じゃないからさ、ね、期待はしてないけど、さすがにいけると思う。大丈夫大丈夫。ワンって、ワン入んない。よし、よかった、やりました。695ゲームです。投手が22本。よかった、もう天井覚悟だったんで。よし、とりあえずこれで、勝てる土俵には立てました。AT 入れただけだけど。よし、頑張ろう。はーい、よし、頑張ります。クレア編、いやー、長かった。まあでもね、バイオだからこうなることはね、想像はできてたけど。あ、シェリー編だった。やったね。プレア編通してるから
まあ、レベル2以上濃厚だね。いきなりシェリーに出たらレベル3が濃厚だったって感じ。はい、とりあえず最初のボーナスは終了の、まあ、グス下か。あ、10ゲームゲットしました。よし、こっから出すぞ。目標1500枚。よし、頑張ります。下水道スタート。よし、もうここからはあとはいかにね、ボーナスを引いてパンデミックしていくかだからね。アリゲーターから逃げ切れ。あ、いった。絶対行かないと思った今ね。やりました、ナイス。よし、腕の見せ所だよ、ここから。せめて1個は欲しいよね。で、ここでリプレイがありそう。あ、ナイス、1個ゲットだね。 D ウイルス。まだわかんない、まだわかんない。はい、というわけで D ウイルスだけゲットした状態です。増殖だね。一番難しいよね、やっぱ。なかなか難しいよ、3つつけるのは。おからの、うまい、いいね。もう一回、まあ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 楽しいね。ラスト1枚、これで終了。で、あ、エッツプラス20ゲームいただいた感じです。30ゲーム。よしよし、頑張ろう。わあ、結局最初のボーナス一発引いただけでした。ラスト1ゲーム音乗せもなし。はーい、303枚です。悔しい。はい、何もなく各地ステージも終了。うわー、めちゃめちゃ悔しいな。取れました、ナイス、スパークショット。はい、終了です。165枚。やれなさ やれなさすぎたね。しかもさ、もう持ちコインなくて今最後のこの15枚ベルだったのね。めっちゃ嬉しい。よかった、624ゲームです。投資が涙の33本。はい、終わっちゃいました。フリーズもせず、でも本当に泣きそう。888ゲーム。すごい、888。29本。ちょっとあまりにも展開が悪すぎるのでご飯を食べてまいりました。いやー、今日本当サウナさんと2人でね、なんだろう、展開に恵まれなさすぎて終始2人とも無言っていうね。いやー、きついね。いやー、きついですね。今日は4月初っ端から負けるの悲しいけど。いやー、40本瞬く間に消えました。347、どこまで打とうかな。これだって600過ぎちゃったらもう天井まで追わなきゃいけなくなるから。理想は次の400のゾーンでタイラントだよね。タイラントじゃない、今40本、40で次で41。マジトータルマイナス1機入りました。あ、大変、まあ、入ったばっかだからね。
まあまあまあ、当てて、当てて出せばまたすぐプラス1000円入ります。こっからだ、はい、いやどうすることもできないな。本当ですよ。いや引いてるんだよ、引いてんだよ、リプレイも引いてんだよ、何もこいつ起きねえんだよ。いやもうメルカリで何売ろうかな。ね、4万投資超えると何売ろうかなって考え出すんです。俺このカメラ売ろうかな。待って、サヨナさん、はい、いただきますはどうなるんですか。いただきますは GoPro で撮りますか。もしくは、はい、後ろにパソコン置いて生配信しますか。あ、そうしましょうか。もうとりあえずもう売れるものは売って軍資金にして、私もうすぐ5万円なくなりそうです。うわ、あと1000円、無理、何もなんないじゃん。2人してさ、はい、ここまで投資して何の見せ場もないって初めてだな。本当ですよね。いやでも今回の方が投資は行ってるけど、私あの初めてユニコーン打った時、はいはい、あの時の方が精神的には来てました。どう頑張っても100枚以上増えないんだもん。あの時は結構病んでましたよ。なんかそれと比べたら、あの時よりは大丈夫今日。でも冷静に考えると今日の方がお金は使ってるんですけど、そう、あの時はマジでこの台どうやって出せるんだろうっていうもう疑問しかなかった。やべ、マジで当てられる気しない。そうですよ。え、入れ入れ、ここでてか、あと2000円しかないから絶対届かないじゃん、店長足りると思ったのに。よし、ここで仕留めます。913ゲームあかしゃった。結果です。うわ、もう当たりでよくない。ダメ。ブルーブルー、まあ、でもこれさっき外れたから肩の期待はしないけど、でもワンチャンありえる。プッシュボタン来い、プッシュボタン来い、よかった。涙の投信59本です。931ゲームね、60本以内で天井到達させたかったんだけど足りなさそうだったから、もう本当にここで当たってほしかったの。よかった。もう泣いても笑っても私はこれ最後のラスト80にします。ちょっともう今日はね精神的に持たないので、もうちょっとこれが3000枚ぐらい行ってくれないと私は、うん、すごい嫌だけど、まあでもいいよ、うん、とりあえず半分は戻したい。お願いします。頑張ります。105枚です。ここからです、ここから頑張る私。警察署以外、警察署以外、警察署以外、警察署。大丈夫、諦めない。うわー、頼む頼む、外れろ外れろ、もういい、何でもいい何でもいい何でもいい、何でもいいです。ボーナスくれ。
終わっちゃった。ひどすぎるね、130枚。いやー、今日はちょっとさっきね、この間歌ユニコーンすごい精神的に来たって話をしたんですよ。いやでも今日の方が来たわ、やっぱりこれはひどい。というわけで私の今日のバイオハザード RE2 投資59本、泣きの最後の AT130 枚で終了となりました。はい、もうね本当に申し訳ございませんでした。ここまで見てくれてるのが多分奇跡かなと思ってます。はい、じゃあ今日はこのテンションで結果発表をしたいと思います。バイオハザード RE2 を打ちまして、投資枚数2773枚、流した枚数が151枚ということで、本日マイナス2622枚という結果になりました。はい、サウナさん。はい、私の方ですね。はい、ソトシ、はい、2115枚、回収、はい、413枚、マイナス1702枚となりました。決してお金持ちではない。はい、私たち決してお金持ちではない。さあマスさん、はい、ようこそ、はい、マイナス収支へ。全然ウェルカムされたくない。おそらくトータル収支がバンって出てると思いますけどね。はい、そうですね、だってプラス1800枚ぐらいじゃなかったっけ、私多分。ってことは結構なマイナス域だよ。サウナさん、私一つアイデアがあります。お、ここ何も聞いてないですよ。はい、何でしょう。次もうドカンと勝ちたいのでパチンコ行きません。パチンコ何が入ってるんでしたっけ。ダンバインです。ダンバイン、うん、ダンバイン2、ダンバインですね。でスロットはスマスロの北斗の拳が入ってるはずなんですが、うちらはそこを華麗にスルーしてダンバインに座りましょう。お、うん、北斗とダンバインどっちが出るのか。ね、頑張りましょう。そうですね、頑張りましょう。うん、もうとりあえず本当に今日は私本当にお蔵入りしたいぐらいの、私今日はアームだったから、次回はダメだよこんなことやってたら、もうクビになっちゃう、いろいろとね。なので次回はちょっとサウナさんと一緒に並んでパチンコを打って、このマイナスの部分をプラスに持ってくるように頑張りたいと思います。はい、もう今日は何も言うことがございません。私次回も頑張りましょう。次回も頑張りましょう。はい、じゃあ最後まで見てくださってありがとうございました。またねー。